超人クラブの立ち技エース堂々の凱旋。覚醒した小足屋西川晃平、その実力は以前より定評はあったものの、ここ数年で完全に覚醒した。2015年の超人祭りでは判定ではあったものの、日本人トップファイター長島次元乙雄一郎を文句なしで撃破。そして今年の3月3日にはクラッシュの舞台であの木村フィリップ実を完全 KO で葬ってみせた。日々進化を続ける西川、そんな彼に用意されたのは伝説のムエタイ股間王ジャルンチャイケーサージム。石井宏樹、小林聡といった往年の日本人トップファイターたちを下し、幾多の栄光をつかんできたムエタイ戦士。しかし今の西川に負けは許されない。超人クラブのエースとして、そして超人祭りのメインイベンターとして、ムエタイレジェンドを KO で倒しに行く。やっちゃいます。果たして西川はジャルンチャイをマットに沈めることができるのか。西川の本当の強さが今問われる。キックルール、67kg 契約3分3ラウンド、西川晃平 VS ジャルンチャイケーサージム。